崎チャンネル。速報でございます。ね。皆さん、発表されましたね。ロッテ、新監督は、吉井さんということでね、決まりました。ね。あと、ヘッドコーチがね、福浦さん。まあ、ヘッドコーチ兼バッティングコーチね。あとは、まあ、あのね、井口さんの時にやられたコーチの皆さん、まあ、8人、対談っていうね、形に、なったそうですけどもですね。まあ、でもこれはね、ずっと前々から、里崎が、このチャンネルでも言ってると思うんだけどもね、俺はね、お友達内閣でいいと思うのよ。そんなね、よく考え方が違う人入れたりとかね、言う人いるけども、そんなね、話がややこしくなるようなことはね、する必要ないのよ。ね。だってもう、同じ考えで、同じ理念持ってね、同じビジョン持った人たちが集まって、それでやっていけばいいわけよ。そんななんか話が違うとかね、話がね、ちょっと反乱分子入れたりとか、そんなもんね、組織としていかないのよ。でもね、いつも言ってる。ね。そうなった場合は、ダメな時は、全員辞める。ね。踏ん張らない。ね。これが大事っていうね、言い続けてきたけども、そう考えるとね、そういう風にね、まあ一蓮托生でね、やってきた首脳陣たちがね、一斉に、頭がね、変わったら辞めるっていうのは、これはもう必然でね、そういう方向は非常にね、任期満了でね、退団した方々は、まあ言いますけどね、まあ自分から辞任した人たちにとってはね、それが普通なのでね、まあ良かったなと、思います。ね、そしてね、吉井さんが新コーチっていうね、ことで、まあ、吉井さんのね、コメントは、就任要請にただただ驚いてますと。これまでコーチとしての役割ということを勉強しながらやってきましたが、これからは全体のマネジメントを任される立場になるということで、身が引き締まる思いですと。基本的に選手のパフォーマンス向上と人間力の向上の2つを挙げていますと。そして最終的に勝つこと、10月に大舞台に立てることを目指して頑張りますとね、いうことが発表されましたね。吉井正人監督ね、1965年、昭和40年4月20日生まれ、和歌山県出身で、ございます。だから、まっすんとかね、ま、松山、和歌山出身だからね、まあ、そこら辺立て直して、もらえばいいのかなっていうところも、あるしね。あ、ちなみに佐々木、今香川県にいます。仕事で。だからちょっとホテルです。だからね、言ったじゃん。俺じゃないっつって。ロッテの本社の人と食事会に行ったのは事実。いろんな話をして、楽しかったです。正直ね。どんな話か。それはね、シークレット。言えないです。これからに向けて、新規事業とかね、いろんな、これから未来に向けて、いろんなね、有意義な話ができたんでね、これからそれをね、おいおい形にできればいいなと思ってね、現在進行形でございます。っていうところでね、マリーンズじゃないんで、本社だって。ね。というところで、まあね、だから俺は違うって何回も言ってんのにね、SNS 上で俺がいいとか俺はダメだとかね、好き勝手に皆さん言ってた人ね。まあ、残念っていう人もいればね、よかったねっていうね、人たちいます。佐々木監督じゃなくてね。っていうところでね、このね、吉井さんの監督っていうところで、まあ、これはもう完全に俺の憶測だけど、やっぱチームとしてね、2025年上昇軍団プロジェクト、まあそれがどういう内容なのか俺は知らないけども、まあそれをね、まあ重んじてやっていきたいってなった時に、やっぱね、一丁目一番地がね、この吉井さん監督になったっていうところで紐解いていくと、多分ね、佐々木朗希の育成プランを、新しい人にが来て壊されたくないっていうところが、多分、ね、強くなることよりも一番重要に思ってるんじゃないのかなっていうメッセージがね、込められてるような、気がします。これで吉井さん監督になった時に、多分今までやってきたように、佐々木朗希の育成プログラムっていうのは継続してやっていくから、多分無理もさせないだろうし、まあ今年もね、完全試合成立はしてないけどね、ああいう風な場面でも変えていくっていうね、まあ目の前のことよりも長期戦略のもとでね、やっていくっていうところを考えると、やっぱこの佐々木朗希育成っていうのをね、このプランを崩したくないんだなっていうところが、まあ一番に、伝わってくる。この就任、要請だったんじゃないのかなと、個人的には思います。で、その中で、まあね、今年が2022年、だから多分3年契約になると思う。2025年までのね、この3年契約の中で、この2025年に佐々木朗希を中心とした、ローテーションを組んで、佐々木朗希を中心的なチームに育て上げて、そして2025年に上昇軍団を作り上げていくっていうプランが、この2025年上昇軍団プロジェクトの中の多分柱になってるんじゃないのかなと。だからその柱の肝を一番崩されたくない。その中で内部昇格。で、内部昇格の中で一番佐々木朗希を
うまく育てていくために重要な人物っていうところで、多分吉井さんが監督っていうところになったんじゃないのかなとね、勝手に推測します。だから今のこのね、マリーンズにとって一丁目一番地、一番大事なのが、まあもちろん強くなって勝ちに行く、それは大前提だけども、その前にあるのが佐々木朗希を一人前のローテーションピッチャーにして強くなる、これです。多分だから吉井さんが監督で、福浦さん今回ヘッドコーチになったっていうところは、その吉井さんの次に福浦さんを持っていきたいっていうところの流れなんじゃないのかなっていうね、ところはありますけど、でもね、まあこの中でマリーンズとしては、まあそのね、吉井さんが監督になって、福浦さんがヘッドコーチになって、まあここからね、ちょっとコーチ陣がね、いっぱい辞めたんでね、どういう風な、布陣になっていくのかわかんないけどね、あ、俺はないよ。連絡もないからね。はい。で、その中で、まあ、マリーンズが、やっていかなきゃいけないことっていうところを考えるとね、まあ、今年もね、チーム打率、2割3分1厘っていうところでね、ワースト2、ワーストはね、西武の、2割2分9厘。でもその中で山川とかのホームランがあるっていうところも考えるとね、チーム打率2割3分1厘はワースト2。で、その中で本塁打数は、ZOZO マリンっていうラグーンがあって、狭い球場にもかかわらず、97本と、ワースト2位。こちらワースト1位がね、オリックスの89本っていうところだけども。で、防御率が 3.39 と、こちらもワースト2位。ワースト1位が日本ハムの 3.46 になってますけども、まあ、このね、両輪、打つのと、投げるのっていうところでは、まあ、この防御率っていうところをしっかり下げていかなきゃいけないし、まあ、打率をね、しっかり上げていかないっていうところを考えたば、まあ、ヘッドコーチ兼、ね、打撃コーチの福浦さんと、まあ、もう一人誰かね、打撃コーチが、いるんじゃないのかなっていうところもあるし、まあ、防御率で考えると、まあ、外国人にね、後ろも頼りがちっていうところもあるし、まあ、田中ね、安松永ね、戦略外、になったけども、まあ、あとオスナがね、契約がまとまるかどうかっていうところはね、今後の課題になってくるけども、まあ、外国人のね、スカウト。ここも考えてもね、吉井さんもね、アメリカメジャーでやってたし、多分コーチとかもね、行ってたから、そういったところのパイプがね、うまく使えて、その打線においても、いい外国人選手がね、最近本当に NPB 全体的にね、いい外国人選手が少ないから、そこをうまくね、その人脈を生かして引っ張ってこれれば、ね、いいところの布陣が組めるっていうところとね、まあ、今後のドラフトっていうところもね、大きく関係してくるけども、まあ、そういったところをね、やらなきゃいけない課題は、山積みなところはありますけども、まあもう打撃コーチ1人でしょ。で、バッテリーコーチと、ね、作戦コーチの2人もいなくなったから、誰かバッテリーコーチを連れてこなきゃ、いけないし、で、2軍の監督もいないから、2軍の監督も連れてこなきゃいけないし、まあ思い切ってね、サブとか楽天から帰ってきて2軍の監督とかすればいいんちゃうかって俺は勝手に好きなことをね、言ってるけどもね。あと、まあ、走塁コーチとかね、いろんなところの、枠組み、ピッチングコーチか。もう、まあ、全体的にね。あと、一番気になってんのが、どうするんやろうっていうところがね、吉井さん、今、侍ジャパンのね、ピッチングコーチになってるけども、これ、監督就任に至っては、まあ、これ、秋はね、まあ、そのまま行くとしても、来年の本戦、3月7日ぐらいから始まって、20何日まで続くんだけど、もし仮に決勝まで行ったら、開幕、プロ野球と、スレスレぐらいの感じになってくるから、オープン戦含めて、新人監督で考えれば、そういったところ、ね、キャンプも、侍ジャパンのキャンプに行かなきゃいけなくなったりってなってるから、それはちょっとそこまで余裕ないんちゃうかっていうね、やっぱ1年目っていうところを考えたら、もっとチームとね、コミュニケーションも取んなきゃいけないし、チームのことも把握しなきゃいけないし、新しくね、コーチ陣もいっぱい来るだろうからね、そことコミュニケーションも作っていって、組織作りをしていかなきゃいけないっていうところを考えたら、侍ジャパンと併用はさすがに難しいんじゃないのかなって、おせっかいかもわかんないけどね、俺は個人的に思うけども、そこら辺の調整もこれからね、だから侍ジャパンもね、世界一奪還に向けていかなきゃいけないっていうところをね、考えると、まあ、吉井さんがひょっとして抜けるってなってくると、新しいピッチングコーチ入れなきゃいけなくなると思うけど、そしたらまた立山さんとか日本ハムの流れでね、行くのかなっていうね、ところはあるけどもね、まあ、そういったところも、もしくは岡島さんとかね、メジャーも経験してるし、ね、っていうところもあるかもわかんないけど、さすがに二足のわらじは1年目の監督としてはなかなか難しいんじゃないのかなっていうところはあるけども、まあね、多分この吉井さんがまあね、就任っていうところでね、今後のマリーンズを引っ張っていってもらってね、ぜひファンの皆さんに、幸せなね、
この今の時期ね、クライマックスシリーズも今年出ないわけですから、幸せな時期をね、迎えさせてあげれるようにね、本当にあの福浦さんとヘッドコーチと二人三脚でね、また新しいコーチたちとチームを組んで、頑張っていってもらいたいと思いますしですね、ぜひあの来年はですね、クライマックス日本シリーズをね、解説できるように楽しみに、しております。ということでね、まあ今回ね、あの吉井さんがロッテをの監督に就任するにあたっての、まあ、速報動画っていうところと、その裏に潜むのは何が今のマリーンズにとって一番大事なのか、でどういう風に行きたいのかっていうところは、やはり佐々木朗希の育成、そして佐々木朗希の完全なる投手としての完成形、ここが一丁目一番地、一番大事なんだなっていうところが、2025年上昇軍団の中では一番やっぱり肝になってくる項目なんじゃないのかなと。そう考えるとね、今年の完全試合じゃないけども、ある途中で変えたのとかっていうところも、このルールの下でっていうところはね、まあちょっと理解できるようなところもあるし、それをもってね、2025に持っていく。ね。あんまりよそから来たらね、そこが崩れたら困るから、そば色を怪我されたくないからっていうところがね、見えるような、このね、吉井さん、監督就任だったんじゃないでしょうか。吉井さんね、監督就任、おめでとうございます。福浦さん、ヘッドコーチ、おめでとうございます。ね、チーム一丸となって、来年ね、2023年、結果に結びつくように、まあ、OB としては、期待しております。そして解説者としては、誰が監督になっても、誰がコーチでも、今までと関係なく、好き勝手言いますので、そこら辺は、ね、静かに見守っておいてください。よろしくお願いします。ということで、吉井さんが、千葉ロッテマリーンズ新監督になった速報でございます。皆さん、どうですか？